琉球山亀は、爬虫高亀木石亀か山亀属に分類される亀。日本固有種。家島とゲルマ島でも、発見例があるが、人為的に移入された個体だと考えられている。種小名ジャポニカは、日本ののい。最大高長15.6センチメートル。背後は、上から見るとややかどばった俵型。第四、あばら甲板は、第一から三。 アバラパンパ板と比べてやや小型。後部円パ板が弱くのこぎり状に尖るが、老齢個体では不明瞭になる。廃校の色彩は、大々色や高褐色、褐色、暗褐色。廃校と復興の継ぎ目に液化パ板がある。左右の小パ板の継ぎ目の長さは、左右の高パ板のシームの長さよりも短い。復興の色彩は黒や黒褐色で、 復興の外縁は黄色。復興の暗色部が俵型や大円型になる個体が多い。頭部はやや小型から中型。顎の交合面は狭い。頭部の色彩は大概色、暗黄色、高褐色、褐色などで不規則に赤や大黄色の斑紋や筋模様が入る。荒子や尾の基部に棘状の大型鱗がある。頸部や獅子、尾の色彩は 肺褐色や暗黄色、褐色などで、獅子に大々や黄色の斑点が入る個体もいる。孵化直後の容体は、校長3.5から3.6センチメートル。1891年にスペングラー山マガメとして学会に報告され、1892年には標本が採取され、ヨーロッパに持ち込まれたことでスペングラー山マガメが沖縄地方にも分布すると考えられるようになった。 1907年には本種の標本からスペングラーヤマガメとは形態的に異なることが示唆されたもののスペングラーヤマガメの実物の標本をもとに比較されることはなかった。1931年にスペングラーヤマガメの実物の標本と1907年の文献との比較によりスペングラーヤマガメの足として初めて記載された。1990年から 両者の実物の標本を実験した比較が行われ、1992年に独立市として分割された。低山地にある原生林や虹林に生息する、陸生。夏季には、渓流の周辺で見られることが多い。冬季になると完全な冬眠はしないものの、洞窟や岩の割れ目、岩や、倒木の下などに止まったりその周辺でのみ活動する、こともある。 食生は雑食で、昆虫、ターシ類、陸生の巻貝、ミミズ、植物の葉、芽、果実などを食べる。捕食者としては、琉球イノシシ、ハシブトガラス、赤股マタなどが挙げられ、犬や猫、フイリマングースも、本種を捕食している、可能性がある。繁殖形態は卵生。野生下では6から8月に4から6個の卵を産むと、されることがあるが、 実際の目撃情報や観察例などといった根拠は不明。飼育下での例や小型種であること、卵が大型であることから複数個体あるいは複数回の産卵を誤認した可能性が高いとされる。飼育下では1回に主に1から2個の卵を産んだ例がある。卵は7月に孵化した例がある。方言名としてヤンバルガーミーなどがある。 沖縄ガメやヤンバルガメといった別名があると紹介されることもあるが、過去に用いられたことはあるものの現在では用いられることはほぼない。開発による生息地の破壊、殺虫剤や除草剤による獲物の減少及び本種自体の中毒、道路での車による歴史、道路脇の側溝への落下死などにより生息数は激減している。 人為的に移入された野犬やの猫、フイリマングースの侵入、ペット用の密漁、草ガメや、セマルハコガメ、南イシガメと本種との間にできた属間雑種が発見されており、遺伝子汚染などによる生息数の減少も懸念されている。2013年に、ワシントン条約附属書通に掲載され、日本からの商業目的での生態の輸出割り当ては、例とされている。 日本では1972年に、沖縄県の1975年に、国の天然記念物に指定された、絶滅危惧痛類。ありがとうございます。